オヒョウは、カレー目カレーかオヒョウ族の海水魚であり、形状や生態はヒラメに似ているものの1メートルを超える大型のカレーの仲間である。世界には、複数の種が存在し、日本の北洋から、オホーツク海、大西洋、ベイリング海、北極海などの冷たい海の水深400メートルから2000メートル付近の大陸方に生息する。日本近海では、 東北地方以北の各地と日本海北部に太平洋オオヒポグロッサスステナレピスが生息している。全長は1から2メートル以上で大きいものは3メートルを超え、体重は200キログラムを超える。ただしこのサイズになる大物はメスであり、オスは大きくてもメスの1、3程度の大きさにしかならない。目のある側は暗褐色で、反対側は白色。 本種はカレー目で最大の種類で体長2メートルを超える場合もある。150歳を超える寿命を持つ者も,も生息する。肉食で粘毛なため釣り上げた時に暴れ、漁師が怪我をすることもある。身はよく、締まった白身で脂肪が少なく淡白な味わいがある。刺身で食べられるほか、ムニエルやフライなどでも食べられる。フィッシュチップスはイギリスを代表する庶民料理として人気がある。 日本では大味と言われ、カレーと比べてあまり高く評価されていないため、比較的安い市場を価格で流通している。回転寿司では、縁側として提供されることも多い。ビタミン A 及びビタミン D が豊富で、肝臓からは、肝油が取られる。英語で、おひょうはハリバットであるが、ハリバットには、カラスガレー族のグリーンランドハリバットリーニャハーショス、ヒッポグラスイズや、 ヒラメカヒラメ属のカリフォルニアハリバットペリリックスス、カリフォルニクスなど、お表ょ属でない魚も含まれている。ハリバットはカレー目の大型魚に幅広く付けられた古障である。漢字では、お表は、お表や、太平と書かれる。ありがとうございます。